はようございます。今は朝の8時ぐらいです。今日でねラストだから思いっきり楽しみたいと思います。今日一日またオフで、明日はね朝からホテルを出て日本に帰るから楽しみに行きたいと思います。レッツゴー。今日も朝から眩しいっすね。昨日はね結構暖かかったから、今日はもうあえてね上着を持ってこなかった、荷物になるから。今軽いシースルーの長袖着てるけど、ちょうどいい、ちょっと肌寒いかなぐらいだけど、太陽出てきてるから多分すぐ暑くなりそう。朝はね2軒も行ってブレックファーストしたいと思っています。ホテルから駅への道ももう慣れたもんですよ。まあ言うても一昨日と昨日と今日と3回目かな。最初はねパークレインってところのイランカフェに行きます。ピカデリーラインでハイドパークコーナー目指すのだ。ピカデリーってどういう意味なんだろう。マンチェスターピカデリーもあったしさ。日曜日だから電車が少ないのかなかなか来ないぜ。まあ10分ぐらいだから早く来ないかな。まだ行ってないっていうか行ったことないな。ハイドパークコーナーこんな感じか。そこ公園の入り口かな。なんかおしゃれだね。あ、これ公園か。なんかもう全然よく分かってないけども綺麗。今日は楽ちん楽ちんしたんです。なんかお互いの写真を撮ってるね。おばさまたちがいたから一緒に撮ってあげようかって撮ったらなんかすごい喜ばれたすごい可愛い人たちだったよ。お、見えてきたよ。イラン、イランなのかエレンなのか未だに分かってないけど、ピンクが私を呼んでいる。サクッとファーストブレックファーストを食べてきた。あのハニーケーキってやつらしくて結構甘かったけど美味しかったよ。可愛いお店だった。風がすごない。すごい高級なエリアですね。
はね、メイフェアっていうエリアで、すごい高級エリアらしい。まあ、歩いててわかるけど、住宅街でもありつつ世田谷みたいな感じなのかな。ちょっと日本で例えられないけど、世田谷どころじゃないよね。だってほら、なんか城家がさ、もう城みたいだよな。家の中どうなってんだろうね。めっちゃすごそう。なんかね、現地の人と話してたら、金持ちがすごい多くて、なんか貧しい人もすごい多くて、普通っていう人がすごい少ないみたいなことを言ってた。本当かいって感じだけど、なんかでも金持ち多いんだろうなって思うね、こういう風に歩いてると。大きな公園に出たよ。やっぱ朝一だから人いないけどさ、真っ昼間になったらまた人が増える気がする。ニコール・キットマンが着てるやつや。この近くにルイ・ヴィトンとかね、エルメスとかいっぱいあったよ。高級ショッピング街、もう誰もいないとこ歩くのもなかなか気持ちいいね。